皆さんこんにちは、ダイスです。今回はドラクエビルダーズ2やっていきましょう。今日はちょっとお出かけします。新しいとこ、まあ、見に行くだけになっちゃうと思うんですけど、とりあえず行ってみましょう。どこ行くでやすか？まだ行ってなかった開拓島、ここね、多分今の段階だと行くだけになっちゃうんじゃないかなと思うんですが、行ってみます。第二の空っぽ島ともいえる島でやす。自由に物を作れる。欲しい島の広さと種類を決めたら希望通りの島を探してくれるやす。すごいよね、ここでパーって決めたらやす船長は探してくれるって。どれだけいろいろ見に行っていたんだろう。これ今までの素材島の感じが選べるんですね。何にしよう、ここにしよっか。チャポチャポで、広さも狭い普通広いがあるんで、今回はね狭いにして島探してみようと思います。この説明の間にきっと探しているんだよね早くない？あ、やばい、スキャン設計図。あ、みんなに作ってもらっておいて。あれ、そっか、これ持っていかなきゃダメなんだったっけ。まずい、作り途中なのに。あー、しかも一人だ、寂しい。そうなの、シドウくんがいない。しかもこれ持ってきちゃった、せっかく敷いてきたのに。こらしかも手元に出しっぱだよ。お望みの島に着いたでやすよ。いずれは住人も呼べるようになりやすよ。で、今のバージョンだと確かね 1.3.0 で開拓島が実装されたばかりなので、ここには呼べないので、ちょっとね遊びに来た感じです。あ、これここでもマルチできるようになるのかな。これ多分旅の扉ですよね、呼べるんだ。これも今後だね。ちょっと一人で来るの寂しいんだけど、一応見ますか。狭いで作っちゃったんで、かなり小さい島になっている気がします。あ、やっぱりなんか真ん中の泉っぽいとこ一個ずつしかないや狭サイズだと、狭いだとこれなんだね。なるほど、旅の扉。やっぱりここにもワープ行けるんだったら楽じゃないですか。そんな感じで帰ります。まだちょっと私ここにはたどり着けてないです。なぜかというと、空っぽ島開拓はまだまだ終わってない。ただいま、シドウくん、そこで待っててくれたの、めっちゃ優しい。一緒に行きたかったね。さあ、久しぶりにちょっとハイタッチしたい。ああ、話しかけるの間違ってないよ。なんでそういうこと言うの、ハイタッチしよう。確かね、バージョンアップの時にいろいろ話してくれる内容が変わったような感じがするんですけど、ハイタッチにしたい時にしてくれない文句言ってるやつはいません。ハイタッチがしたいです。なんでなんだろう、間違えてないよ。私ね、話しかけてまだ2回しかハイタッチしてないんですよ。ハイタッチしたいの、ねえねえこらハイタッチをさせてくれ。どう、何かあったのか、ハイタッチがしたいね。なんとなく声をかけた私ではない。これはもう今日はならないかもしれない。1日1回なのかな、まさか。ハイタッチレアかもしれなかったんで、ちょっとわかんないから、まあいいか。あの、実はここに設計図敷いてたんですよ。それで緑の開拓地の人たちに手伝ってもらってやってたんですけど、船乗ってちょっと移動しちゃうとここ取れちゃうんだね。そっか。で、これ何の設計図かというと、ちょっと敷いた後に見ますね。作りたかったやつなんですけど、待てーなんでモンスター集まってくるの、敷いてからにして。これ角合わせるの意外と難しいんだよ。ここだ、よし、
ね、一番下空いてるし全然足りてないんですけど、これ実はですねマギールさん家なんですよ。で壊れた状態なんで、これが出来上がったら全部きれいにして新生マギールさん家を作ろうと思ったんですが、なかなかブロックが足りないそのうち出来上がったらいいかなと思って気長に今作ってもらっているやつです。その緑の開拓地の近くに作ったのは、みんなここの近くにマギールさん家があったら喜ぶかなって思っただけなんですけど、なかなかねできないですね。あとここの開拓地で言うと作物が1種類出てない。これね多分ね持って帰ってくるのを忘れてる何かがあって、今回調べて取りに行こうと思います。そうしよう。なんだろう、わかった、唐辛子って思ってゴロゴロ島にやってきました。唐辛子あるよね。でもなんか料理に唐辛子を使うやつがなんかあったっけ。そういえば料理レシピも全部開き終わってないので、そのうち開かせたいと思います。いや、よう。あれゴーレムがいる、忘れてた。ゴーレムまだ仲間になってないもんね。この辺の素材ちょっと取って、ゴーレム一回やってみようか。何回かやりに来てて全然仲間になってくれないのでちょっと放置してたんですけど、もしかしたら今回はなってくれるかもしれないので、ゴーレムも頑張ります。あったあった、唐辛子。これで種持って帰れば植えてくれるからいいんじゃないかな。 OK。 いやまさか忘れると思ってなかったけど、唐辛子も食材ですね。なんだと思ったんだろう、唐辛子。なんかマグマステーキとかそんな名前のやつビルダーズ1で作られなかったかな、荒くれのとこで。違ったっけ。これかわいい、これライオンのやつあれですよね、温泉のじゃなかったっけ。で、あの不思議な、あれ不思議な人がいる待って、あの男の人のバニーさんだ。これバニーちゃんじゃなくてバニーさんでいいかな。お酒作る人、バーテンさんだね。ちょっと連れて帰ってみます。の残り1食職業残り1、確かね住人で集まってない人がいたんですけど、バーテンさんではなかった気がするんですが、もうとりあえず一緒に行こうね。バニーさんたちはごめんなさい、あの愛しのバニーちゃんがいるので、バニーさんはちょっと踊ってるし、ここはあれですかね。そっか、ボロボロだからオッカムルみたいな、そんなイメージの住人がいるとこかな。うわー、いたー、姉子。そうそう、姉子がいるところでマグマステーキみたいなの作った記憶があるんだけど、違う？もうなんか結構昔の記憶で覚えてないや。ビルダーズ1はプレステ4でタイムアタックとか、ストーリークリアとかね全部やってはいたんですけど、私が今遊んでるのってスイッチ版のビルダーズ2で、実はあのスイッチ版のねビルダーズ1ね買っててちょっと遊んでたんですけど、ラストのとこ竜王戦まで行けなかったんですよ。行けなかったって言い方ちょっと違うね。のゆっくりゆっくりやってたら間に合わなくって、まだちょっと残ってるから引き継ぎ要素が若干足りてないんだよね。あーでもそのうちやりたいな、楽しいから。ここちょっとジャンプしてゴーレム行きますか。この上だもんね。あれもう引っかかった、まだ戦う、あれ戦う体勢になってる。
し、動物がいるぞ。違うでしょ、シド君。動物いる？え、今先頭に乗ってるのわかるんだけど、動物、あ、猫さんそこに反応してたんだ。できますか、ゴーレムを仲間に。多分ね、10回ぐらい来てるんだよね。動画にはね、できなかったんですよ、仲間にならなくて。今回こそはなってくれないかな。唐辛子もゲットしたし、頼むよゴーレム。ストーンマンはもう空っぽ島にいるので、あとはね、ゴールドマンとゴーレムだけなんですよ。って言っても2匹ね。あー、なる？あー、なったなった、やった、めっちゃ嬉しい急なことすぎて出してなかった餌。はい、はい、一緒に帰ろう。ゴーレムを手なずけた、やったー、でかいぞー。いやー、嬉しい。ね、ゴールドマンはまだね、1回しか行ったことなかったから、何回もやってるわけじゃなかったんですけど、今のところ一番時間かかってるのはストーンマンじゃないや、これだねゴーレムだね。さあ帰ろうゴーレム。でもどこ行くんだろう、悪の開拓地かな。背中に乗りたいよねゴーレムも。ただいまー、やっぱなんかずれてるカチカチしてる。さて、多分バーテンさんとゴーレムは赤に行くんだと思うから見守ります。あれ、ゴーレム青なんだ。そっか、染色ダルがあったりするからかな、ちょっとわかんないんだけど。ストーンマンとゴーレムと配置ちょっと違うところにしようかなと思います。あとゴールドマン来たら3体になるから、各開拓地に置いてもいいかもしれないですよね。では緑の開拓地の唐辛子上に行きましょう。多分それで緑は全部完了なので見ます。なんかついてる、多分ね、あ、やっぱりこれで終わりですね。開拓レシピって全部終わったらどうなるのかまだやってなくて分かんないんですけど、3分の1制覇とかだと何かもらえるのかな。普通にメタルだけ？いろんな作物を育てよう達成。これで緑は終わり。あれ、やっぱりメタルだけ？あと8個で乾きの壺強化ということで、無事に緑の開拓地終わりました。持ってきた唐辛子はとりあえず種とか全部植えて、料理もね、今後レシピ全部開けてみたいと思うので頑張ります。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。